こんにちは、杉です。僕は最近チタンの道具に興味があるんですが、皆さんはどうですか？チタンって値段は高くなりがちですが魅力的ですよね。今回はバウンドレスボヤージュのチタンペグを実際に使ってみた感想を3つにまとめました。このペグを買おうと思っている人にも、他の道具を買おうと思っている人にも参考になると思いますので、最後まで見てチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまず1つ目ですが、デメリットについてです。僕はペグダウンをするときに、たまにハンマーで自分の指を打ってしまうことがあるんですが、皆さんはどうですか？このペグは頭が細いのでハンマーで打ちづらいです。スノーピークのソリッドステークと比べると半分くらいの太さなので、もし今ソリステを使っている人には打ちづらいと感じてしまうかもしれません。一応ペグを抜くときに引っ掛けられそうな穴が開いているんですが、スノーピークのハンマーだとこの穴は使えないので注意してください。2つ目は軽さについてです。ソリステって丈夫で使いやすいんですが、正直重くないですか？一本一本は大したことないんですが、ペグケースってハンマーも入れるとかなりの重量になりますよね。チタンのものはめちゃくちゃ軽いです。スノーピークのソリステ20が 77g なのに対して、このチタンのペグは 53g となってまして、24g も軽いです。この差ってかなりすごくないですか？荷物を軽くしようと思っている人には嬉しい商品ですね。3つ目は耐久性についてです。スノーピークのソリステって先端が潰れてしまったり曲がったりしやすくないですか？このチタンペグも同じ条件で使ってるんですが、僕が見た感じだとソリステよりは潰れてないように見えます。もっと長く使えばまた違う結果になるかもしれませんが、今のところはかなり優秀だと思います。大きく違うところは全く錆びてないというところですね。僕はあまり気にしないんですが、ソリステってすぐ錆びるんですよ。なので錆びるのが気になる人はこのチタンペグっていうのはかなりおすすめです。はじめこのチタンペグにはオレンジの紐が付いてたんですが、使っているうちにちぎれてしまったりほどけてしまったので、今度パラコードでもつけてみようかなと思ってるんですが、紐なしで使っていても問題ないと思います。今回紹介した道具の詳細については概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。また不具合なんかがありましたら動画にしたいと思ってますので、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。